どうも、赤ショップゆうです。今回は、変わった魚、ゴールデンテテラエオスってやつですね。プラチナみたいなやつになってるやつ、カラシンです。まあ、見ての通り、もうギンギラギンです。まあ、ちょっと成長すると飼育下では色が剥げてきたりするんですけれども、それでもまだ全然綺麗、ギンギラのシンプルな魚ですね。やってます。こちらワイルドです。でこちら結構やっぱ光とかねライトを照らしてる人じゃないとこのギンギラは伝わらないですね。光によって反射してそれが輝いて見えるっていうのが綺麗です。ぜひね水槽の中に1匹2匹お遊び程度に入れても面白いし、いっぱい群れとして泳がしてもいいですね。かぶるような魚はほとんどいないと思いますので、もしねお気に召した方がいらっしゃれば、まあ1匹最初買ってみてもいいし、まとめていきなり買ってもいいし、お試しに入れてみてはどうでしょうか。よろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。